おい清正、客が引いてんぞ。ムキになってんじゃねえよ主催がよ。ああ、こういうとこでそのあだ名呼ぶんじゃねえよ。邪魔。マイキーは興味ねえやつとは喋んねえんだよ。清正、いつからそんなに偉くなったんだ。はるちゃん今日も元気だね。ああ、今度俺と行こうよ。じゃねえ。はるちゃん毎日来てくんねえかな。バッカ、可愛い子は何やったって許されるもんだろうが。さっきの美人さん誰？どういう関係？よろしく。うちの母親が三味線の師範でね。いやーね、この程度で満足しないでよ。言っとくけど、津軽三味線甲子園の課題曲はジョン柄新節よ。妥当なんじゃない？六段はジョン柄のベースになっている、いわば津軽三味線の入門曲のようなもの。じゃあ桜の宮にも同じように振る舞えばいいんじゃねえの？紳士どこ行った？いや無理だって。それにこの手の店っつったらあれが。もらってくれないならカバンの中に突っ込め。おい、何かあったのか？これは今や幻と言われ、プレミア付きのシャッター前サークル花園フォルタさんの会場限定同人誌。栗山未来か。アッキーの脇に差し込まれている俺の手だが、何か？さあね、仮に知っていたところで教える義理はないが、これに関しては本当に知らない。何か言ってたのか？言いたくないなら言う必要はないさ。シズノ！さっきはすまなかった。俺はシズノの助手で矢柱だ。これで詫びになるかはわからんが、ま、食ってくれ。まあな、似合わねえだろう。ありがとうよ。助手は家政婦じゃねえっての。本来の役目は仕事の手伝いをすることだ。シズノは薬作りの腕だけはいいからな。こうなると思ったんだわ。ま、しんちゃん風に言うなら運命なのだよ、俺とお前がやり合うのは。しかしまさかこんなに早く対決できるとはね。俺とお前は同じ人種だって、同じ一年だし、パスさばくのが生業の選手としてさ。だからね、ぶっちゃけなんつうの、あれ、同族嫌悪。でも隠れてたら事務仕事もできないよね。先輩いい感じ。まあ同じ新人で同性のルーシーがバリバリ働いていて、プレッシャーなんじゃない？つもりはなくてもさ。そうだ、なんか私もまだまだ的なアピールをさりげなくしたら。そうだな、書類ぶちまけて、キャールーシードジっちゃったとかさ。そう、俺にもわからん。そもそもボートとはそんなに楽しいものなのか。な、何？それなら俺の方が勝ち目はあると思うぞ。応戦するなら受けて立つ。そうか、あいつには負けられないからな。ああ、俺は今回初めて選曲したからな。曲名は愛しい君に捧ぐだ。いや、書かなっつ。いろいろあってな。なんせ裸王だな。ああ、いや偶然大荷物を抱えた蛍さんに再会してな。こういうことするって聞いたからさ。ついてきた。ここから先に俺たちの希望があるんだ。